皆様こんにちは。今日はですね、はいはい、ちょっとお静かにお願いします。お静かにお願いします。ごちそうさまでした。ちょっとお静かにお願いします。はい、今日はですね、フードバンクの方に行って、ご飯をいただいてきましたので、ちょっとそちらの方を動画にしてみようかなと思います。はいよ。パンですね。助かりますね、パンはね。パン食べたかったんでね。確かにな。美味しいですね。はい、続きまして、お菓子、多分お菓子ですね。お菓子がこう、飴とおせんべいが入ってます。梅です。南高梅合ってるよね。南高梅だって。よかったね、これね。はい、あ、スープですね。よかったよかった。やりましたね。やりましたよ。みちゃん、イワシです。イワシの味付け。メロンさんとゴエモンちゃんのご飯はたくさんありますね。ねたくさん買い知りましたので、ね、ニンニンさんのご飯がありませんので、めちゃのご飯ありますね。はい、カレーですね。ビーフカレー。あれ、うち電子レンジがない生活なんですよなんで、何も問題ないんですけども、はい、そういう人もいるって感じですね。ブラックのコーヒーですね。ブラックサーバスですよ、先生ね。うん、ホットとコールどっちもいけるってことなんだよね。はいよ。やりました。すごいですね。コンビーフ、コンビーフってこれ高いんですよね。めちゃめちゃ高いですよ。あったらあれだけ食べちゃうんで、もうすごい助かります。これ缶詰はね、助かるね。はい、生命のパンですね。安心っていうことで、なんか保存的な、困った的な、普段から困ってるんですけど、まあ大丈夫ってことで、はいはいはい、ライスラテってやろ。なんかね、いいですね。はいよ。ちょっとご飯入って、はい、もっちゃん、お餅ですね。お餅ちょっとね、助かるんですよね。はい、まあ、お正月に食べようかなと思って、まあ、賞味期限一切気にしない人なんで問題ないです。で、なんかいろいろ入ってます。あ、これなんかおかゆとかですか。保存食って保存しておきましょう。あ、やったね、お菓子だ。はい、スーパーバランスですね。バランスが悪いので助かりますね、これは。まあ、なんかよく、はい、ありがとうございます。で、続きまして、はい、ちょっとごめんなさいね。お米ですね。お米助かりましたね。はい、まあ、こういうような形ですね。まあ、ちょっとたくさんの食料をいただきましたので、ありがとうございました。お米といろいろ助かったって感じ。メロンとゴエモンのご飯はたくさんありますので、ご安心ください。ありがとうございました。失礼します。